前坂チャンネルですということで、今日は PR 動画になっております。先日ですね、夢広場ニューセブン南吉成店さんにお邪魔しまして、パチンコ屋さんの PR の動画となっております。実質6チャンネルコラボというちょっと珍しい動画になってるんですけれども、私前坂チャンネルとあと札幌のパチンコ大好きなグラビアアイドル、辻凛さんと、タレントのハンナちゃんのチャンネル、あと先輩芸人の一級オンデマンドで、僕が所属するお笑い集団 T ライズのチャンネルと、あと本間拓人さんという方の、チャンネル、これ6チャンネルこう合同で、撮影をいたしました。なので今回はまず、パチンコ店内、今回貸し切りでしたので、その貸し切りの店内の様子をの映像をまず流したいと思います。でその後に、その6チャンネルコラボの動画、質問をぶつけたんですけど、辻凛さんにパチンコに関する質問をぶつけたんで、そちらの動画を抜粋して流したいと思います。僕はあのパチンコについて全然知らなくて、打ったことがないんですね実際で。今回もあのパチンコを打つ映像は別に流さないんですけれども、まあ正直パチンコやらなかったっていうことは、まああんまりいいイメージを持ってなかったっていうことなんですけども、実際そのあたり、実際店内見たりとか、パチンコに詳しい人に話を聞いてどう感じるのかっていうのをちょっと見ていただければなと思います。それではどうぞ。貸し切りの店内をこうさらっていこうと思うんですけど、これなかなか見れないよね。あとジャグラは聞いたことある、ゴーゴーランプみたいな聞いたことある。これがそれなのか分かんない。スロットですかね、これ。ここ全部ジャグラーだ。おしぼりもありますね。雨と、あ、これそのジャグラーのゴーゴーチャンスの雨だ。あ、もうこの一列が全部これジャグラーになってるんだね。書いてるね、ジャグラーコーナーって書いてるし、ドキトロピカル、これもスロットコーナー、こっちはスロットコーナーですね。なかなかね、こう静かですね。なんか機械が動いてるから、いつも店に入るとこう静かな店内ってなかなか見れないんじゃないですか。あ、ゴッドもこれ聞いたことある、番長、花の刑事、有名なやつはやっぱいっぱいあるんですね。台数、ここは休憩スペースですね。漫画も置いてますね。サラリーマン、金だ。綺麗ですね、ギラギラ光ってね。おお、すごいすごい、そう見て。何これ。で、こっちがパチンコですね。さっきまでのがスロットで。すごくないこれ。タイヤが。仮面ライダー。チャンネルの人がいます。ちょっと待って、それ何で撮ってるの。これは僕の iPhone です、8です。前坂チャンネルはなんていうチャンネル。前坂チャンネルは前坂チャンネルです。前坂チャンネルの前坂チャンネル。チャンネル名を撮ってるの。ややこしい感じになってますけど、前坂チャンネルスマホで撮ってるんだ、はい、僕の個人チャンネルは全部これで。あ、本当に撮ってます。え、 YouTube ってさ、スマホでもできるわけ、はい。まあ、やろうと思えばできますよね。すごいね。だから同時に撮ってる。今同時、僕のサイドを2チャンネルと同時で同時配信。だからちょうど今ね、左右右アイドは左アイドが両方のチャンネルを見ていただけると、もしかしたら見れるかもしれませんので、ぜひで興味ある方、いねえよ興味ある方。なんだ興味ある。ああ、すごいです。出ます。やっぱパチンコとなるとなんかすごいね、この上にもさ、ギザギザして。ごめんなさいね、全然わかんない。あ、エヴァか。エヴァの機械か。これすごい。確かにね、これなんかもうまだ回してないけどさ、なんかちょっと演出とかこれ動くところがもう見たいもんね。すごい、釘がいっぱい、釘の森。に物語まみれだ、うん、すげえ。やっぱこう有名な台はいっぱいあるんだよね、人気なんだ。おぉ、すげえ、ウルトラセブンすごい、これはみ出、厚みすごい。お、ブラインド、ブラインドもこれデカ、ブラインドどうでもいい。へえ、
眺めてるだけでなんか楽しいわ。最高の達人じゃないこれ。なんだこれ。でも海物語な。これ海物語めちゃくちゃあるな。女がいますね。これあれだ、海物語の多分キャラクターですね。あ、これイチパチってやつだな。ちょっと聞いたことある。初心者とかでもちょっと取っかかりやすいんですね。多分やりやすいというか。いやー、この辺ちょっとバラエティ豊かだわ。すげえ、なんか楽しいわ、ここいるだけで。あ、見て、なんかこのボタン見たことある。このボタンさ、押していいのかな。ね、冬のソナタ、バジリスクって聞いたこと、バジリスクタイムを聞いたことあるわ、ね、この曲が流行ってたよね。こうなんとなく店内回ってみたんですけども、かなり店内綺麗ですね、うん、ちょっと臭い汚いみたいなイメージも勝手に抱いてましたけど、店内は本当に床も壁も台も綺麗だし、台がね個性的で きらびやかで、本当にちょっとやってみたいなっていう気になりますね。これはタレントなど活動して YouTube もやってるんですけれども、はい、ちょっと一つずつチャンネルご挨拶させていただいてもいいですか。はい、はい、ご紹介をお願いいたします。じゃあ我々からいきましょう。せーの、おはようございます。一級オンデマンドのキリプーと、地獄で一番面白い芸人フューチャリング一郎閣下である。お前も聞く人形にしてやろうか。お願いします。お願いします。パンチパンチャ70キロの日韓ハーフハンナです。よろしくお願いします。パチンコ初めてなのですごい楽しみです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。タックチャンネルのタックと申します。普段は、野球中継のラジオの実況を担当したり、あとはうちの父親が割と有名な方なので、今日いらっしゃる方は控えめに言っても皆さん頭が上がらないと思います。よろしくお願いします。はい、D ライブチャンネルから来ましたピン芸人の道徳です。よろしくお願いします。そして相沢和也です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。このチャンネルは2人でタッグを組んで進めていきたいと思います。よろしくお願いします。お世話は前坂チャンネルです。チャンネルチャンネル以上です。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと我々、はい、パチンコ、はい、もっと初心者とほとんども初心者でして、はい、今日はちょっとツーリーズさんにね、いろいろ質問して、はい、パチンコなどの良さを知りたくて、はい、じゃあ誰から行く？はい。お、じゃあハンナちゃんから。ここからどんどん行きますんで。はい、どうぞ。え、ツーリーズさんって彼氏いるんですか？彼氏いるじゃん。いや、関係ないから。1個目か。います？います。います。なんで？俺です。違う。僕、全財産が1万円しかないですけど、ちょっと待ってみて、一体何すごい。今月の家賃も危険なんですけども、そういう人でもパチンコをやることは許されますか？もう全然許されるし、お金がない時のパチンコなんて燃えるものもアドレナリンも出るものもないです。もうどこにもないです。もう逆にお金持ってない時の方が、お金なんてもうどうにでもなるんだから、持ってない。私は毎日パチンコ行くことによって、生活費をそもそも補ってたんで、コツコツと10万円を貯めるみたいな。そう、もうコツコツ1ヶ月で収支を何十万と上げる。その日一日の大きな価値より、そのトータルの月の。なるほど。俺とかだとちょっと勝つと欲出ちゃって、その日にさらにもっと勝ちたいみたいな。どんどんやってしまうんですよ。それがね、負ける秘訣なんですよ。秘訣って言うんですか？負ける秘訣だ。なるほど、メモしてるんですよ。メモ見ないのよ。勝つ人だと思う、はい、勝ち逃げをちゃんとするんです。そういうのしっかり頭に入れとけば、その1万でもなんとかいけるってこと。コツコツ、だから一気に1万、10万にしようとしないってこと。今日だけでって、これで家賃も払
チンポ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。毎日行かない。そうやってる。そうですか。やってるじゃないですか。回してて、でもその1日フリーじゃなくてちょっと予定があるけど回してた時にこの予定直前でなんかいい当たりが出ちゃってこれどうしようみたいになった時どうしたいですか。予定をすぐ貸して、そっちチンコ優先、全てパチンコ、ごめん当たっちゃったわ。まあ、私あんまりあの予定をね立てることがないんですけど、全部終わらせてから打つんですけどね、あの当たったらもう本当パチンコ優先で、パチンコやるなら予定を入れるな、はい、もうやる、まず予定入れないです、パチンコやるなら1日パチンコ、はい、パチンコ、はい、仕事なの。ちょっと怒られてる、ちょっと怒られてる、なんでダメになるくらいの感じ、気についてるじゃあちょっとね、お時間なので、はい、そろそろ次で最後の質問をしたいと思うんですよ。お、はい、あなたにとってパチンコとはおお、これ出ますよ、出ますよ、下に、私にとってパチンコとは人生、そして戦、戦場です、どうでしたでしょうか、パチンコの店内を巡った映像をね見てもらったら分かると思うんですけど、店内、まあ、本当に綺麗で、あと動画で触れてなかったですけど感染症対策なんかも、消毒液がまめにあったりおしぼりがあったりとかそういう設備もねしっかりしてたので、今ご時世的にも安心かなというふうに感じました。なかなかねちょっと貴重な体験だったのでなんかワクワクずっとしてました。テーマパークにいるようなねそんな感覚でしたね。あとトーク、辻凛さんへの質問コーナーですけど、あれでやっぱね辻凛さんのねパチンコ愛がこうひしひしとこう伝わってきて、なんかやろうぜ一緒にやろうぜって言われてるような感じがしましたね。はい、というわけで、今回見ていただきましたけれども、ちょっとね、パチンコ、まあ、興味ないとか初心者とかっていう方向けの動画だったんですけれども、一つ参考になれば嬉しいなと思います。ということで前坂チャンネルでした。ありがとうございました。